音楽大好き、歌が好き、そんな奴らが今日も集まる秘密基地、歌基地 in 道玄坂カフェにようこそ。今月も始まりました音楽トーク番組歌基地 in 道玄坂カフェ。この番組は毎回ライブなどで活躍している新幹線をゲストに招いて、その音楽や趣味などステージまで見せられない部分について語っちゃおうという番組になってます。今日完全にねベタ読みでしたね。カメラ見ましょうね。はい、配信放送の公開収録は本日もこちら渋谷道玄坂カフェさんよりお送りしておりますので、画面の向こうの皆様、そして会場の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ね、もうなんかベタ読みどうにかならないのこれは。あと 2,3 年くらい重ねていくの長えよ。長えよ。はい、ということで、本日も、パーソナリティを務めさせていただきますのは、私、ラブライブのりんちゃんラーメンめっちゃ美味しい博多ひかると嫌いな季節は梅雨です。さくらまいです。はい、ね、梅雨の時期嫌ですね。ね、嫌だよね。スーパージメジメするからね。髪の毛がすごい湿気でうねうねするのが嫌。そう、うん、ね、僕もね、髪の毛すげえ湿気でうねうねする。ハゲじゃん。あ、そうだった。ハゲになりました。イエーイ。湿気の拍手。どう拍手これ。これ、僕のね、低髪に対する拍手ですね。そう、この間実はね、6月の頭ぐらいに僕は舞台に出演していたんですよ。はい、舞台がですね、阿佐ヶ谷アルジさんで、やってたんですけれども、終わって、もううっとうしい髪の毛と思って、剃っちゃいました。なるほど。そう、剃髪いたしました。エンサイと名乗りまする。ね、このネタが分かるとどんぐらいいるのかな。はい、ということでね、はい、別にウイルウリやんないからね、ここでね。はい、分からないので、ではゲストを、はい、招いていきたいと思います。おい。はい、だからね、あれ、そこにいるのって久しぶり。お久しぶりです。あ、こっち来て、拙者親方と思う。はい、ウイロウリの人が来ましたね。はい、じゃあ改めてゲストさんの紹介を前前先生よろしくお願いします。じゃあマイクを持ってもらって、こちらマイク、あ、マイクね、うちで言うやみたいなです。大丈夫ですか。どうも、永井和夫です。よろしくお願いします。はい、はい、はい、ちょっといかついっていうイメージがあるんで、うん、サングラスをね、ちょっとかけてみたけど、まあ合わないね。まあね、いかついって言われてサングラスかけるあたりね、どんだけ悪乗りしてんだあんたって話ですよね。ひどいね、しょっぱだから。いやいやいや、今日はね、でもちょっと僕も通常放送最後の回ということなんで、お酒のね、許可をいただいてご機嫌にやっております。あら、なんで飲んでるの。喉が渇いたから飲んでる。ちょっとあれなんだ、この番組っていうのは、うん、ゲストにはドリンクはないのね。いや、そこはセルフでね、ご自分で。じゃあ、はい、すいません、ちょっと自分も一杯もらっていいですか。一杯。せっかくね、今日のテーマあれなのに。そうそうそう、永井一馬さんといえばなテーマなんです。先生、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあじゃあ、いいですかこれ。あ、じゃあ温度を取ってください。お願いします。お、じゃあ皆さんご唱和ください。はい、皆さん、ドリンクはお手元にありますね。お客さんに今話してるんですけれども、じゃあいきますよ。ヒカル君卒業ということですが、マイマイ先生も可愛いですね。もっつった、もっつった。そんなことはどうでもいい。行くぞ、乾杯。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 あ、じゃあ、はい、ありがとうございます。はい、乾杯。あ、もうね、どんだけフレンドリーかつフリーな番組で。なるほど、ありがとうございます。ゲストさんがね、今ね、カメラに映ってないよ、これ。乾杯よ。乾杯しにちゃいましたよ。はいはいはい。いやいや、いいですね、この空気感ね。はい、どうもありがとうございます。いやいいですね。ちょっとね、お酒あるとテンション上がりますからね。そうですね。はいですね。じゃあ今日は本当に、はい、ある意味スペシャル回だったんでね。はい、初めてだよ、こういうこと。そうそうそう。ね、なんか先月はね、まるまる先生ここで水こぼしてたからね。何のことかな。そう、iPhone 水浸しにしてすげえ真顔になってるの。はい、ということでね、じゃあそろそろ本題のトークに入っていきましょう。はい、まずね、やっぱり永井一馬さんといえば、はい、これっていうものが一個ありますよね。ありますね。はい、ちょうど皆さんのお手元にもあるかと思いますが、はい、これ、ズバリお酒でございます。ババーン、ババーン、出ました、お酒です。いいですね。普段から結構一馬さんお酒飲まれるんですか。そうそう、お酒はね、
すごいね。すごいですね、本当に。前々先生はすごいですね。すごいね。さすが先生ですね。学び入る。いろいろ参考になりますね。でも全然ね、先生って言いながら僕らがおちょくりたいからそう呼んでるだけなんでね。そうか、そうそう。なんかいいの。いや、つかないね。そう、それは多分一番いいコースター使ったんですそこは、ありがとうございます。そうですね、結構ライブとかでも、はい、お酒が飲める場っていうのは、うんうんうん、俺このリズムに合わせればいいのかな。お酒が飲めるライブでは、自分のライブの前に、うんうん、乾杯っつってね、うんうんうん、お客さんと一緒に楽しみながらやりたいので、こういうことでお酒やってるんですけど、うんうん、普段もね、結構お酒は、たしなむ程度っていうか、もうガバガバはいかずに、うんうんうん、もう今回このウイスキーみたいに、はい、チビ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 時間かけて飲みながらいいですねっていう感じで、うん、はい、やってますね。なるほどね、はい、普段こう飲まれるじゃあその銘柄というか種類っていうのは、もういろいろあるんですけど、その中でも、うんうん、ウイスキーで、これ、まあ、そこそこいい安い値段で美味しく飲めるなっていうのが、はい、フォーローズですっていう、ね、ああいいですね、フォーローズ。はい、もう一回いきますよ、せーの、フォアローゼス。フォアローゼス、フォアローゼス。これはすごい番組もう撮ってるよ、俺撮ってないわ強烈だな、フォアローゼス。これお酒なの、酔っ払ってんの。これ何、前山先生、これお酒なんですか。ジュース。ジュースね、ジュースだ。ジュースで酔っ払ってたら余計しようがないわ。すごいね、いいですね。そう、これがね、はい、大体スーパーとかね、うんうんうん、1000円ぐらい で結構チビチビ飲むにはすごい良くて、そうですね、で、まあ、こういうお酒飲んだりとか、うんうんうん、そうだ、他にもね、次ね、あれだよ、どれそれは高いんだよね、高いやつを俺がすごい最初飲んだ時に美味しいなと思ったのが、うんうんうん、ヘネシーっていうやつの、ヘネシーいいですね、VSOP っていう、うんうんうん、でやつが出るから、あ、これですね、あ、これはすごい、まあ、ウイスキーじゃないんだけど、うん、そう、これはコクがあって甘くてね、うん、香り豊かで美味しくてですね、うん、いいです。じゃあ結構、好きなお酒の種類的には、うん、割とウイスキーがお好きだ。そうだね、洋酒っていうか、洋酒ね、洋酒、ラムも好きだし、うん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 、ね、もう僕実はお酒大好きなんですよ。おお、なかなかでもこういう番組の特性上というか、そんなに皆さんの前で飲むことってないじゃないですか。確かに今日はね、ね、いいんじゃないんですか。だってね、僕一応通常放送今日でね最後らしいんで。ね、あ、そうだよ、だって、うん、ね、ハゲでヒゲ生えてんのにお酒飲まないっていうのはないよね。そうですよね、そうですよね、これでこれなのにね、お酒飲まないっていうのもね、頭より顎ひげの方が長いんだから、ね、あ、そう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 、実はね、こっち、このヒゲだけシャンプーしますよ。あ、頭は全部もう体と一緒にボディーソープでガーッ。ボディーソープで洗うの？そう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 、重曹とかじゃない。あ、重曹じゃないです。僕はキッチン周りのなんかね、便利な器具だったんですよ。違いますよ、ね、キッチン周りの便利な器具じゃございませんよ。ね、シンクのカビまで綺麗綺麗ってそういうことじゃねえよ。そうじゃなくて、そう今ね、ずっと僕やっぱり2年間シャンプーで頭洗ってきたんですけど、うん、まあ当たり前ですよね。そう、やっぱり坊主になったんでやりたいなと思ったのが、まあ、ボディーソープで全部洗うっていうことなんですよ。はい、なんで、もう髪も剃ってから剃髪いたしましたから。楽だね、それね。そう、頑張らないっす。なんで、いいじゃん、坊主にすればいいじゃん。お前強烈なこと言うな。俺なんかすごい初めて出た番組で、俺は光くんのことお前とか言っちゃってすごい慣れ慣れしいんですけど、実は光くんとはね、はい、ちょっと脱線しちゃうけど、うん、もう結構長い付き合いなんだよね。そう、もう実は4年来ぐらいの付き合いなんですね。あ、そうなんですよ。そうだから、ちょっとね、まいまい先生がなかなかこう入れないこの絆というか、うん、そういうのがここにね、ちょっと結ばれちゃっててね、ごめんねっていう感じで。全然大丈夫です。入りたくないか、入りたくないか。そうそうそうか、まあそうだよね。そうね、くっついてるから。何回コースターくっついたまま行くのそれ。すごい ね。僕だって初めて会った時まだあれですよね、10代ティーネイジャーですよ。10代だったんですよ、光くんが。そう、ね、その初めて会った時に、ちょうどオープンマイクって言って誰でも参加可能なライブイベントで、そうだそうだ、いて、で初めて見た時に、わあすげえ若い子がいるなって思わなかったんだよね。そうですね、見た目だから。まあね、自己紹介が光くんの鉄板になってて、でその時何、手帳だっけ？
そうですね、学生のあの生徒手帳ですね。だまだ高校生だったので、皆さん僕何歳だと思いますみたいなところから出た、いつもね、そうすぐやるそれがね、何すぐやるそれって、あの漏れなくみんなね、うん、まあいいお客さんだったね、っつってね、そう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 、もうね、あの慣れてくるとみんななんかあいつまた言ってるよ面倒くせえみたいな顔してるんですよ、ね、今だから言えるけど、うん、あの光くんがそうやって紹介してた時に後ろの客席でね見てた側、はいはい、そう、やべ、俺35でしょとかすごい言われてたから、そうですね、いや確かにそうだよねみたいな、うんうんうん、ただね、だあ光くんってここで歌ったことってあるんだっけ。いや実は僕この歌吉っていうこの番組の中で歌ったことってないんですよ。いや歌うともめちゃくちゃうまいから、だからみんなそれでねギャップ燃えはしなかったんだけど、ギャップ燃えてくださいよ、それギャップ漏れみたいな、漏れみんな違っちゃうレベルの腹抜けやしちゃうみたいな漏れだけに漏れなくなるんですって早い早いもうちょっと進んでからね。飛ばすな。いやなんかすみませんなんか。いやいやいや、ね、そんなこんなで、はい、もう4年ぐらい前ですね。4年ぐらい付き合いで。え、定期的に会ってたりは。いや実はねこの1年2年ぐらいほとんど会わなかった。会わなかったんだよね。ライブやるライブハウスがねまた別になっちゃったんでね。そうそうそう別でそうまたあの付き合いがちょっと疎遠になっちゃって。そうそうそう。でこの番組きっかけにちょっと。再開をしたらさ、うん、あのじゃあ顎の方が長くなってくる。そうそうそう前はね頭の方が長かったっすけどね。そうそうそう、あれっつって。そう今こっちの方がね長いです。そうそう、そんな感じで。定列の大変ですよ。だよね、ひげはね。そうそうそう。結構大変なんですよ。大変だと思う人。ね、うん、あの加藤さんも一回生やしてみればいいと思います。ひげ。違う違う。俺ダメなのよ。ダメ。俺ね生やすとね、本当に怖い。そうサングラスがよく似合う感じになるんです。そうなんだね。ちょっと第一印象がやっぱみんな怖いって言われて、はいはい、ライブハウスで出会ったまあね、うん、それこそあのマイマイちゃんみたいなアイドルの方とかと可愛、うん、い女性にお会いした時も、うん、まあ、こっちはね、うんうん、あ、はじめまして長井勝です、よろしくお願いしますって、あ、はいはい、我々あの見た目がニューアジャ、ニューアジャない族は結構そこら辺で、ね、ニューアジャないからね、そう苦労するんですよ。だから話してもらえればね、うん、ちょっと結構フランクにね話しますからね。うん、そうそう、僕もねやっぱり言われることはある。え、すっごい興味なさそうなんだ。そう、そうまた真顔になってる。僕さっきからチラチラこの人の表情を見てやってますけど、うん、すげえさっきから真顔になってる。またコースターくっついてってるしさ。好きなんだってコースターが。まあ、本当に良かったね。うん、なんかアイドルの人の好きなんだってっていうのはこう響くものがあるね。なんかねちょっとドキッとしますよね。ちょっとドキッとするね。ね対象が俺らじゃないの分かってんだけど。そうそうそう。で勝手に脳内変換してね楽しますからね。はい、じゃあそろそろまた本題に戻っていきましょう。ごめんね。はい。じゃあ結構洋酒がお好きってことだったんですけれども、はい、やっぱりね、洋酒って言っても飲み方いっぱいあるじゃないですか。まあその割り方とか、はい、あとは飲むペースとかですね。うん、でカズマさん、普段どういう飲み方、どういうペースで俺ね、水割りとかで割るっていうのができなくて。おー、外が。だから、まあ、ね、今回今ロックでもらって、ウイスキーもらったんだけど、基本的にロック、うんうん、前は切っていって、まあ、うちの稲崎州がストレートで木で飲んでたんだけど、やっぱね、ちょっとこうやって喋る時とかは、うんうん、やっぱ木だけで飲むちょって言っちゃったけど、飲むちょそれそれも九州、そうそう、九州、いや、全然九州関係ない全然関係ない、飲むちょって言っちゃうね、飲むちょ、そう、飲むとやっぱね、やっぱ焼けてくるから、あ、それちょっとね、普段はこうやってね、ロックとかで飲ませてもらってます。ウイスキーってアルコールの度数ではどれくらいなんですか。どれくらいだろうな、あんま気にしない。大体ですね、37% から40度ちょいぐらい。だから寒い時とかもね、どっか出かける時とか休みの日とか出かける時とかも朝一杯、もうほんとキャップ一杯食って飲めば結構ポカポカした感じ。じゃあ体に浴びた方が、浴びる焼けたられる焼けたられる、かぶれるとか。マイマイ先生ブルジョ、多分ブルジョです。もう全然お酒かけちゃうぐらい生活を送られてるような酒風呂、酒風呂。でもだってこの人よくね、なんかベントレーでお迎え来るから。そうなんだ。じゃあ10人兄弟の末っ子で洗濯板で
で選択しなきゃいけないから絶対そうだよ絶対そう、選択なんかもうね、あれですお手伝いさん、あのなんか家政婦とかね稼いじゃない、メイドさん。今の時代でさ、あの、うん、住人の成功でさ、洗濯行ったっつってさ、好感度って上がる感じの時代。いや、それはまだおしんの時代だけですよ、確かに。ねえ、そう、NHK で大流行したおしんの時代だけですよ、ね。おしんね、おしんこ。ん？おしんの知らない？うん、え、違う、おしんの、おしんのおしんこっつったんだよ。え？いや、おしんのおしんこって言ったよ、前は。あ、そうです。いやー、僕が悪かった、いけねえ、これ。間違った、ごめんちょ。ちょっと待って、軽く今俺をディスったよね。いや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 、さっきのさっきの俺が噛んだやつをちょっとディスったせっかく、せっかく僕はね、あの昔からこう仲良くしてくださってるね、カズマさんがもう番組に出てくださってるんで、拾えるものは全部拾っていこうと、そういう精神なわけですよ、僕は。すごい上っ面じゃないわ。まあ、そんなありがとうございますね。いやいやいや、ね、こんなんでも2年番組やってますからね。素晴らしい、長いですね。いいですね。もう今日はね、あの番組の偉い人からも、テーマはある程度あるけど自由に喋っていいよって言われてる。あ、そうだ、そうだ。そうだ、僕は今日自由に喋ってます。あ、本当？じゃあ俺が進行頑張ろうかな。あ、それは次のお酒行きましょうか。いや、次のお酒。ああ、じゃあ次のお酒行きましょう。はい、散々洋酒と言っときながら、はい、はい、次はですね、こちらですね。お、ださい、日本酒だ。はい、確か山口県の、うん、小さなところで最初で作られてて、そうですね、これはもうすごい今人気で、自分もこれ初めて飲んだ時に、ええ、飲食店で、氷、はいはい、氷に器が乗ってきて、キンキンに冷えた鈴でできた、はいはいはい、あれね、鈴って金属の、はいはいはい、柔らかい金属、それでできたやつにキンキンの状態で獺祭来たんだけど、うん、まあ日本酒がダメだったのに、うん、この獺祭を初めて飲んでから、うん、すごい美味しいね。あれ、カズマさん、日本酒ダメだったんですか？俺もともとね、日本酒が次の日に残って、そう、だからあの洋酒洋酒でずっと言ってたんだけど、これは本当に美味しくて、ぜひあのお酒屋とか行っても、うんうん、多分あの一月にお一人様1本限りとか、そんなに、そういう感じで、そうなんだ、そう、かなり今売れていて、はいはいはい、でももうそれでも飲む価値は、多分このサイズで、それでも1000、うん、2000円いかない。あ、安いですね、結構ね。安い。あ、でもこれ一升じゃないんだけど、うん、まあ、ちょっとまあ、なんだ700ミリとか、はい、なんかあれぐらいの、でも、うん、だけどすごい美味しくて、これおすすめですね。いいですね。僕もね、でもそんなに普段日本酒って飲まないんですよ、うん、まあ、っていうのは、飲めないんで、通風なんで。あ、そっか。糖度の高いお酒はですね、基本ダメなんですよ。じゃあ焼酎も、焼酎もダメか。焼酎なら OK。 そう、糖度は、糖度って何？糖度はね、原材料によって、例えばお米だったり、うん、麦だったりとか、あ、トウモロコシだったりね、実はね。宇宙人出た。それ前回、それ前回、それ前回、その話はね、また今度するからね。あ、でも、ちょっと予習しとけばよかったね。そういうので、お酒にも糖度っていうのがあって、うん、それがね、あんまひどいとね、高いと痛風の人はね、来ちゃうんだよね、発作がね、来ちゃう。そう、と、まあ、簡単に言うと甘さというか、糖質のね、量なんですけどね。じゃあ、ワインとかも糖度は高いみたいな。ワインはね、そんな高くないね。ワインの原材料はブドウだけど、うん、やっぱり穀物、うん、お米とか、日本酒なんかお米とかは、そうそうそう、糖度が高かったりして、ね、結構そ響いたりする人もね、いるんだよね。そうなんです。だ、僕は基本的には飲めるのは、まあ、焼酎と、うん、まあ、ウイスキー。あ、でも焼酎は飲めるの？焼酎だよ、飲めます。でもね、芋焼酎飲むのが大好きなんですけど、翌日すげえ口が芋臭くなるんで。あ、芋臭い。そうそうそう、ね、田舎臭いってことじゃないじゃない。別に前々先生のこと言ってないからね。実際に今っぽいって言われるから。いや、別に言ってないよ。可愛い可愛い女の子ですよ。はいはい。扱い雑なんだね、前々先生。いや、今日はもう自由に喋っていいっていうんで、そうなんだ。なんかいつもはですね、すごいFM ラジオみたいな進行を僕は心がけてるんですよ。はい、ああ、FM ラジオ的なね。そうそうそう。ね、なんかクリス・ペプラーさんみたいにね、皆様こんばんはみたいな感じにこうやってるんですよ。そう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 、ね、今仮面ライダードライブやってますけど、やってますね。そう、今日はもう AM のノリでいこうかなと。お、そう、いいじゃないですか。 AM どころか、なんだろう、地方の独立 UHF 局の深夜番組の、バラエティ番組みたいなノリで、うん、はい、それでいこう。それにいきましょう。これすごいね、やっぱりでもこの方が楽です。あ、じゃあ、せっかくあれだよ、今芋臭いっていう話でだけど、ね、ちょっと芋掘り下げる。芋ちょっと
バカにしたねちょっと感じが、うん、じゃあ次のお酒はい行きましょう。はい、芋焼酎ですね。来ました。はい、ちずる、これはですね、多分知ってる人はまだほぼほぼいないと思いますね。これはうちの田舎、うん、町があって、そこの酒造が作ってるお酒で、うんうん、そう、名前出していいのかな、笑いの、ね、落語家の鶴瓶さん、はい、おー、はいはい、あの人も別の NHK の、ね、番組で、うんうん、うちの町に来た時に美味しいって言って、はい、家族に乾杯。ああ、そう、おお、よく知ってる。じゃあせっかくなんでもう一回行きます。じゃあもう一回残ってますから行きます。乾杯。乾杯、ありがとうございます。というわけで、まあというわけで、家族ではないけどね。そうですね、まあでも一緒にね、お酒繰り返したらもうねファミリーですよ。ああ、なんかファミリーという言い方がなんかすごい似合う髭をしてました。今日ね、マフィアじゃねえよ。いいんじゃないの。ね、どうも。そう、まあというかね、この芋焼酎ちずるは、はい、通販とかネットでも買えるんで、うんうんうん、芋焼酎がね好きっていう人はぜひ試してください。最高ですよこれ。僕もね、実はこれ一回飲んだことがある。ああ、そうなんだ。そう、新宿のゴールデン街にあるね、ちっちゃい飲み屋で飲んだんですけど、ありそう。そうそうそう、そこ行った時もお店の別にメニューに並んでたわけじゃなかったんですけど、その日出してたお客さんが持ってきたよっていうことで、うん、じゃあこれみんなで一杯ずつ飲もうよって言って飲んだんですけど、あ、そうなんだ。そう、芋焼酎って結構甘みが強いというか、うん、そう、やっぱ芋のね風味がすごい強いじゃないですか、うん、でもこのちずるってそのいわゆる甘みがそんなに邪魔もしない、うん、よくわかってさっぱりしてるの。さっぱりしてるの、さっぱりしてる、だからね飲みやすい。そうで、ついついちょっと飲みすぎちゃうというか。そう、5年前だったかな、はい、うちのじいちゃんがちょうど亡くなって、うんうんうん、おみんなでこうおじいちゃんのね思い出話をしながら、うんうん、やっぱり囲むって言ったら焼酎。そうですね、うちの鹿児島ね、出身鹿児島なんですけど、うんうん、その時にね、どれぐらいだろうな、これぐらいかな、うん、これぐらいを2時間で飲み干しちゃってね。全部ストレートで、ストレートで、ストレート聞きましたね。そう、芋焼酎は氷も入れない俺は、うん、もう気で、気で、うちの田舎の人はお湯割りって言って、うんうん、お湯でやるとね、芋の香りがファーッときて、あ、 そうですね、それがたまんないっていう人はお湯でやるんだけど、俺はそのまま飲むんだけど、うんうん、それでね、今失敗をしちゃった。何やったんですかそれ。ね、うちの家族って結構こうフランクな感じなんだけれども、うんうんうん、酔っ払って初めて、俺は人生で初めて記憶を失って、はいはい、気がついたら朝ソファーの上で寝てて、うんうんうん、で、まあ、兄弟がいて介抱してくれたみたいな、はいはい、俺昨日記憶がないんだけど大丈夫だったって聞いたら、あ、すごかったよお兄ちゃんって、まあ、年下ね兄弟がいるんだけど、うんうん、お父さんとお母さんにねチューしまくってたよって。記憶ない方が良かったですね。いやーすごい、言われない方が良かった。良くないよ。まあショックだったよね。うん、20代に入った、うんうん、いい年の男がさ、息子が母ちゃん父ちゃんに。でもね、せめて良かったのが母親だけじゃなくて良かった。それね、お母さんだけに来たよね。そうそう、それが完全にあれでしょ、M さんでしょ、ね、M サコンでしょ。そう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 、M サコンの M サコンじゃないからさ。そうそう、だからそんな感じで、まあ父親とはね、空港で帰省した時に会って、はいはい、空港で抱き合うような感じで、ああ、仲いいですね。そんな感じで、フランクな感じで、うん、まあそんな感じで、まあ今日家族の話も出しちゃいましたけど、いい失敗もありつつ、うんうんうん、って感じですね。ね、はい、やっぱね、家族で飲むお酒でもいいですね。これね、僕さっきから何回やってもね、ついてこない。あ、来た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 来ました。いや、今日これでようやく前山先生とは対等な感じ。そうなんですね。僕もね、これでやっとね、見下されなくてすみません。そうだね。いや、見下されてるわ。結構、ね、さっきからそういう目しますからね。はい、じゃあこんだけね、散々お酒について語ったんですけれども、はいはい、うん、やっぱり永井一馬さんといえばもう一個ありますよね。そうなんですよ。これね、出すか迷った。迷いました。なぜなら、うん、イメージ商売なところあるじゃない。ああ、そうですね。しかもそんな売れてるわけじゃないですか、うんうんうん、でも隠してもいずれわかる。そうですね。うん、ありのままの、うん、Let it go。 Let it go。 Let it go ね。なんだろう、俺ね、俺がちょっと振ったのにちょっとイラッとしたわ。これ多分ね、僕がものすげえドヤ顔で言うからいけないですよね、これね。というわけで
で、あの次のお題はこちらでございます。行ってみましょう。でん、タバコ。はい、タバコですね。いいですね。まあ、あの肩身が狭い。うんうん、本当に肩身が狭い。今はね、本当に時代柄は肩身狭いですよ。でも嫌いって言われても仕方がないと思ってる、うん、なぜなら俺も大嫌いだったもん。あ、そうなんですか。もともとはね、親戚のおじさんとかがさ、あのちょっと買ってきてよとか言って、はい、買ってきてさ、で、俺の目の前でピカーってするのはさ、ふざけんなよと。そんなの吸う前に食い物を食えたよ。なるほどね。もうすんごいイラついてたけど、実際吸い始めてみるともうね、もうそのおじさんにはもう平謝りでしょ。まあね、いろいろ吸い始めたきっかけもあるんだけど、もう本当に最初のきっかけはもともと芝居をちょっとやってたので、タバコの吸い方を覚えるために、役でね、タバコの吸う役とかがあった時のためにっていう真面目な理由で最初始めたんだけど、まあ、でもそこからまたいろいろね、紆余曲折があり、タバコの味を知って、というわけで今日実は持ってきてます。お、はい、タバコといっても普通にいろんなタバコが、あ、すみませんね、ありがとうございました。はい、ダルマ落としが来た。ダルマ落とし、確かに違うよ。確かにダルマ落としに見える。違うよ。一個ずつじゃあ説明をまずしていきましょう。これね、非製品のタバコじゃないですよね、普通のね。そうですね、これ、なかなかあれなんですよ、お目にかかれない。そう、普通皆さん紙タバコって言って、だいたい今の人たちはフィルターがついててね。そうですね、市販の紙巻きタバコですね。タバコ、前原さんはあんま詳しくなさそうだったので。でもなんか、この間も捨てたじゃんって。嘘だよ、嘘だよ。すげえ、すごいな。嘘ですよ、今のは全部嘘ですよ。見て、この顔すっごい、もう下げすぐ出てる。すげえ怖かったよ。そんなことありませんよ。吸ったことないです、ね、いや、大丈夫、俺も保証する。吸ってるとこは見たことないし、匂いがしないから、ね、タバコもそんな好きじゃない。すげえ、前村先生の髪からさっきからずっといい匂いしてる。大丈夫です、まあ、というわけで、これなんですけど、キセルですね。お、自分はそう、もともとは紙タバコって言って、葉っぱが入って、それに緩和させるニコチンとかいろんなものを緩和させるフィルターが入ってる普通の、市販のメーカーを出しちゃまずいのかな、ここは。どうなんでしょう、どうなんでしょうね。いいのかな。まあでも、こういうね、はい、あ、よく見るやつ、ね、そう、よく見るんですね、こういうやつを吸ってたんですけど、最近はね、とても美味しい、本当にタバコってこういう味なんだなっていうのを知ったのが、はいはい、この、わかるかな、これキセルってやつですよね。ちょっとこれが一般的な多分長さだと思うんだけど、今普段自分が作ってるのは、こっちの、あ、ちなみにね、あ、持ちますかね。あ、ありがとうございます、すいません。あ、優しいじゃないですか。たまにね、優しいんですよ。ちょっとたまにってでもね、僕には全然優しくないです。そうだね、こういうね、短いのもあるんですよ。おー、こうラウって呼ばれる部分が竹になってて、うんうんうん、で、竹だと味がまろやかになる。まあ、そうで、これに入れるのがこの、お、まあ、メリキン。メリキン出してなかったのに。そう、小粋って言われるタバコなんですけど、これせっかくなんで、まだ入れてないやつを持ってきました。お、未開封。多分普通のタバコの葉っぱっていうのは、みじん切りにしたような感じ。そうですね、刻んだ感じのやつになってますね。ただ今回こういうやつは、長いままなんですね。そう、こういうね、この千切りにされたような、はいはい、すごい細いやつで、大体普通のタバコっていうのは燃焼剤って言って、火の進行を早める。そうね、燃焼を促進させるやつが入ってますね。はい、だけどこれには一切入ってなくて、だからね、タバコ本来の味っていうか、香りというか、なんか楽しめて甘いんです。いいですね。なんか一説にはタバコっていうのは、この世の全ての香りが閉じ込められてる。ありがとうございます。では、いろんな香料がすごいたくさん入ってるっていうやつで、この小粋っていうやつをこのキセルっていうのに詰めて、ゆっくり、はい、こんなよくいるじゃない、映画とかでシューッみたいな、はい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 、あんな吸い方をしたら喉が焼けちゃうので、そう、あれ、しかもクワッつってね、ゴッって入っちゃうんだから、はい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 、だからゆっくり、もう本当に一服、もともと一服するっていう言葉はもともとこれで、一回でゆっくり、はいはい、吸ってやるっていうね、だから来てるような感じで、一服をゆっくりして、肺に入れない。口腔喫煙。そう、口腔喫煙って言って、口腔、お口の中の、粘膜からニコチンとかそういうものを取り入れるっていう香りを楽しむ。
まあ、なかなか理解してもらえがたいあのやつなんだけど、そうルールを守ってね、もちろん、うん、そうそう、マナーを守るのやっぱ大事ですからね。そうそう、だから歩きタバコとかはしないし、そう絶対身長以外では吸わないし、はい、うん、って感じで、で次、これも、あ、でね、キセルのこれが、自分で作った、お、灰皿、灰入れっていうね、うん、灰皿ね、はい、うん、はい、要はここにこうやって入れた状態で息をプッてかけると中の灰が中に持ってくる。ああ、なるほど。そうそうそう、なるほど、なるほど。こうちに竹山があるからね、そう、自分ちの竹山をね、切ってね、すげえ。これもね、これも作りました。え、あ、自分で作ったの。作りました。すごい。竹のちっちゃい枝を、ここにね、根っこの部分、竹の、はいはい、埋まってる、要はここら辺から竹の子がこう入ってくるんだよね、うんうんうん、その根っこの部分を切って、こうやってへぇー、器用ですね。すごい DIY 精神ですね。で、この入れ物、うんうん、自分で作りました。へぇー、はい、あのキセルをするにあたって入れ物っていうのがなかなかなくて。そうですよね。そう、あまりないですもんね。だから、歯切れをね、もともと買ってたやつがあったので、はいはいはい、それをミシンでね、こう見えても、うんうん、すごい、こう見えても家庭科5だったんでしょ。家庭科 5? あ、そうですよ、5ですよ。僕もね、家庭科すごい好きでした。やっぱり好きそうなんですね。そう、調理実習めっちゃ好きでした。そう、食べたいだけじゃねえかな。そうだよね。いや、作るのもね、好きですよ、ちゃんと。そうそう、でもね、食べる方がメインでしょ、やっぱね、そう、イメージを裏切らないね。そう、グルメリポートだけは得意でしょ、昔から。あ、丸丸先生はなんかこう、料理とかは。あはぁ、カップ麺とかなら、カップ麺、料理じゃねえよ。料理じゃねえよ、それ。そうか。カップ麺はちなみにどんなカップ麺が。ラブライブラーメン。いや、食べてない、それ。食ってないの。うん、カップ麺、あれ、味噌もやし。デカ丸カップ。デカ丸カップ。エースコックか。一昨日あれだよ、一平ちゃんとペヤングの食べ比べやった。すごいね、結構な量じゃない。まあ、そう、前山先生、一個気になったんですけど、一平ちゃんとそのペヤングの食べ比べって、その一食で両方とも食ったわけですよね。うん、そう。カロリー大丈夫ですか、それ。はい、意外と高いんでね、1000キロぐらい。気をつけて、気をつけて、そこ。そう、すごい高いよね。そうそう、あれ食べれば多分2食分ぐらいありますもんね。あるある、そうそうそう。あのカップ麺なんじゃないですか。なんか、ヒカル君からちょっとカロリー気にしてる話が出るな。いやね、これ気にするんですよ、結構。病気あるんで。そうそうそう。そっか。そう、でもね、まあ、各僕もね、病気持ちやりながら、お酒も好きだし、タバコも大好きなんで。そうだよね。じゃあ、次、これね。はい。最近、ほんと最近なんです。うんうんうん。パイプって言われるやつですね。よくなんかほら、探偵がさ、あ、そうですね、ハンリー・ボガードとかね、そうそうそう、こうやりながらさ、うんうん、あとはおじいちゃんとかがね、はい、なんだい、ユリカボテア、ロッキーチェア、こういう、こういう、あれね、はい、そのロッキーチェアに座りながらやってんだけど、まあ、というわけで、自分が吸ってる葉っぱも、そう、ロッキーチェアっていう、これはね、香りが届けられないのはあれなんですけど、うんうん、嗅いでみたら、多分びっくりする。タバコってこういう匂いする？うん、これはね、なんかフレーバー、そう、フレーバー、甘いフレーバーがついていて、これ葉っぱの上からそういう香料をかけて、そう、だから例えば部屋の中ですると、うん、その部屋の中がこういうチェリーな感じ、チェリーというかなんつうかね、いろんな甘い、うん、ちょっとね、なんかタバコでいうとこのピースとかのバージニア系の葉っぱに似てますよね、かもしれないね、うん、そういう香りがして、まあでもね、本当タバコが嫌いな人の気持ちはすごい分かっているので、うんうん、あまり ね、そこまで邪険にはしてほしくないけど、そのまあね、マナーを守ってる限りやってます。そうだね、はい、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ということでね、はい、じゃあここまで散々ね、すげえジャンキーなことについて話したんですけども、ね、はい、じゃあそろそろね、はい、一応僕らも音楽トーク番組っつってやってるんで、はい、じゃあなんかね、それに近いような話をしていきたいなと思うんですけれども、そう、はい、永井一馬さん、はい、つい最近、とある大きなオーディションで、はいはい、ね、いい結果を残したと聞いたんですけど、そうですね、はい、はい、でそのオーディションを得て、ある作品がね、これから作られるらしいですね。はい、はい、そうなんですよ。じゃあそれは何という作品なんでしょうか。はい、その作品は Galaxy Divine Wind Jin Rider ということで、来ました、銀河神風ジンライダー。はい、はい、はい、じゃあちょっとジンライダーについて説明をお願いします。あ、はい、はい、ジンライダーというのは昔国際映画社という、今もないんですけれども、うん、その、制作会社が作っていた J9 シリーズというブライダー
バクシンガー、サスライダー、その3作品が、大体30年前ぐらいに、ね、あったんですけれども、今回はその J9 シリーズとはちょっと一線を画したんだけれども、その時に携わっていたあの監督の山本優さんという、あの脚本家の方が総監督として、今回新たにこの銀河ジェンプジンライガーという作品を作るということで、でこちらのシンガーオーディションというのがありまして、であのこちらのオープニング、正式なオープニングとしては山形由紀夫さん、お、はい、バクシンガーのオープニングを歌っていた山形由紀夫さんですね。山形由紀夫さんですね、はい、はい、その山形由紀夫さん、エンディングはミクさん、お、はい、MIQ のミクさんですね。そうですね、ガンダムの WOADESTINY、はい、メイオディスティニーだったり、はい、ダンバイン飛ぶ、うん、エルガイムのミクさんがエンディングを担当されるんですけど、それとは別で、その番組を、これから軌道に乗せていくために、発足されたニコニコチャンネルという専門のチャンネルがありまして、はいはいはい、そこで、主題歌、オープニングとして、自分が歌わせてもらうことになったのが、この銀河チップジンライダーという作品の曲ですね、うんうんうん、なるほどね、はい、曲の方は、もう完成はしてるんですか、これがですね、うんうん、ちょっとまだ完璧、もう世に出すっていう感じではなくて、うんうん、まだそれよりもちょっと一歩手前、うんうん、あ、もうちょっとデモ的な感じですね。デモと完成のちょうど中間の調整の段階なんですけど、うんうん、それを作ってくれているのが、ダブルゼータ、お、ガンダムダブルゼータ、ガンダムダブルゼータのアニメじゃないっていう、はい、お、新井さんですか、新井さんです、新井咲子さん、はい、が、作曲をしてくださってて、うんうん、で、作詞が、はい、その今まで、J9 シリーズでもずっと曲の作詞をされていた監督の山本優さんが、来て、今ですね、自分ともう一人女性の、宇宙ちゃんという方があったんですけど、はいはい、そのために、自分のやつは、うん、I'm a Galaxy Train というはいはいはい、曲で、もう一つのルチルちゃんの方はウルフはウルフっていう、お、はい、またこれまたかっこいい、うんうんうん、ちょっとね曲がありまして、いいですね、はい、やっぱりこうちょっとね、あの曲名からも、はい、時代感っていうのが漂いますよね。あ、そうですね、そう、最近のこうアニメソングにはない感じみたいなね。それは多分かなり強いかなと思います。ちなみにカズマさんの歌うあのアニメやらしいトレンっていうのは、はい、どういう曲調というか、やっぱりカズマさんなんてすごいロックな曲かなって思うんですけど、そのロックはロックなんだけれども、はいはいはい、あのなんか自分が普段歌うようなダンスダン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 みたいな感じではなくて、はいはいはい、ダン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 みたいな感じで、うんうん、ミドルテンポというかな感じで、で、あの Take J Train 思いを乗せて走れ、これ本邦初公開じゃないですか今。あ、そうですね、多分電波よりも早く乗ったかも。すごい、いやすごいなこれ。Take J Train ということで、うん、J Train に乗っていこうぜっていうあの、うんうんうん、曲なんだけれども、すごいあの歌詞も山本優さんが作ってくれているので、うん、はいはい、あのいろんな言葉が散りばめられていて、うん、結構本当に最近 の曲にはない、うん、あのもう曲ももちろんなんですけど、詩にもかなり重点を置いた、うん、感慨深い詩になっているので、ぜひ完成を楽しみにしております。いいですね、はい、ちなみにこうアニメの放映はいつからとかってまだ決まってないんですか？それはね、正式には決まってないんですけど、うん、ただプロジェクトとしてはかなりいいところまで進んでまして、はい、で簡単なシナリオ、はい、どういう話になっていくのかっていう、うんうんうん、水滸伝っていう中国の、はい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 、108人のね、そ幻想水滸伝とかゲームにもなってますね。あ、そうですね、その水滸伝をモチーフにした、うんうん、作品なので、その作品のね、あの走りというか、あらすじというか、はいはい、それがあの銀河人とジンライガーで検索してもらえれば、うん、あのネットでもう見れますので、あ、それも公開されてるんですね。ユウさんが、山本ユウさんが、監督がもうそれを先にこう、そう、そうやってあの少しずつあのいろんな人に見てもらって、で、お客さんと一体になって、もう出来上がった、みんなついてこいじゃなくて、さあ作るぞ、一緒にやってこうぜっていう勢いで、あのできているので、だからもうあの視聴者参加型というか、うんうんうん、そういう感じでやっているので、ぜひあの参加してください、楽しいので。あ、いいですね、なんか DIY ならぬ DIO なんですね。 Do it ourselves、 僕たちで作ると。かっこいいね、こんなとこいるの普段。これ言いますよ、言うんですけど、なんか全然だからね、たまにはね、僕もいいこと言うんですよ。普段これだから。でも、前前先生はいつも、なんかこういう反応されるんで、僕ちょっとね、拗ねそうになるんですよ。あのね、なんだろうな、潰れた毛虫を見るような。そんなね、そんな視線を送
だよ。まあかわいそうだけれど言ってしまったのねみたいな顔ねしてるんですね。それずっとねこういう顔してるんですよ。だから僕あのこの人と数回放送やってきてますけど、なんか実はこの人僕のこと嫌いなんじゃないかと。ただそんなことないよ。よかったね、今日が最後で。本当ですよ。卒業する前でね。これね、来月もやるっていうのは辛いですよ、やっぱり。辛いよね、やっぱね。いいですね。はい、じゃあ、ジンライガーね、これはやっぱり楽しみですね。そうですね、あの、ぜひ。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。そこら辺については、待て続行という感じで。あ、そうですね。はい、ぜひ、これからお願いします。はい、楽しみにしていきましょう。ここまでね、今日はだいぶ僕もね、あの自由に話していいって言われたんで、はい、いろいろあのフリーダムにやってきたんですけど、脱線しつつ、はいね、であの大体やっぱり、まあ、あのこの番組をね、いつも本当毎月のことなんですけど、ここまで、はい、あの話をしてくると、はい、あの音楽トーク番組だったら忘れてるんですよね。これ一応ね、あの音楽トーク番組なんですよ。あ、そうだね。そうそうそう。でやっぱりね、あの永井一馬さんですよ、ライブで普段活躍されてる永井一馬さんが来てくださったんで、ありがとうございます。ちょっとね、あの、はい、そろそろ一曲ね歌ってもらいたいなと思って。ああ、ジンライガーの曲かな。そうだね。お、ジンライガーの曲行きたいよね。行きたいですね。行きたいですね。ごめんなさい。違うよ。違うよ。さっき言ったでしょ。あのまだね、その完成してない状態で完璧な。今まだ言っても乗れない電車に、うん、なるほどね、うん、なるほど。今あのちょうどプルルルルって発車します、はいはい、ご乗車ください、うん、ぐらいのアナウンスが流れてるぐらいなんで、うん、まだ乗っちゃいけないということ。なるほど。じゃあ今からジンライガーのその列車に乗るためにも、はい、乗り遅れないように、じゃあまずはこの永井一馬さんというシンガーを改札を通ってダッシュで乗ろうと。すごいいいこと言う。これね、本当は僕いつもこういうこと言いたいんですよ。でもなんかそういうこと望まれてねえかなと思って言ってなかったんですよ今まで。多分自分で毛虫潰したと思うよ。博多ひかるという何かを潰した顔をしてたよ。いやいや、じゃあこっからね、やっぱりまずはそのね、神代学院列車に乗るためにも、乗るために改札をまずくぐろうじゃない。そうですね。今日はあのどんな、多分永井一馬という人を知らない人が大多数だと思うので、ぜひね、あのライブ中の時とかも見に来てもらいたいので、永井一馬がどんなやつかっていうのを、はい、あの聞いてもらうために、今日はですね、普段はライブでも歌わないんですけど、はい、でも、あのこういうことをやるのか、こいつが、じゃああのジンライガーの歌を歌ったらちょっとどうなるんだろうっていうのを、うん、あのぜひ楽しみにしてもらいたいので、今日はあのね、ルパンじゃないですよ。いらないね、こんなあのティラミスという女性のアーティストが歌われている、はい、あの皆さんあの名前は聞いたことあると思うんですけど、うん、魔法少女マドカマギカとしましたね、はい、あれのコネクトという歌を、おお、はい、あの現金でいけるんで、現金で現金で現金でいきゅんべとか言っちゃって、あれですかこれ。いや、これをね、あのぜひ、本当はね、どうしようか迷った。迷いました。電波に乗せるのに、うがいないところは見せられないと。うんうん、酒飲んでるしね。酒飲んでるしね。そう、急遽変えてもいいかなと思ったけど、でもどうせだったら、この勢いでね、せっかくなんで皆さんに楽しんでもらいたいので、あの知ってる人は一緒に歌ってもらいたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ちょっとごめんね、あちょっと前前先生、あとちょっと持っていただいて。はい。ありがとうございます。あの、普段、ライブでは、はい、来ました、タンクトップ、あの早く抜きたかった暑かったですね、もうね、あのね、この革ジャンがパツパツでさっきはちょっとマイク持つ手がね、こう苦しそうだったからあったからね。というわけで、今日はあの普通に普段ライブで歌う格好で、あの歌わせてもらいたいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあね、歌を歌うステージの方に一度移動して、はい、はい、一杯飲んでから行きますね。そうですね、ありがとうございます。というわけで、はい、ぜひお客さんも楽しんでください。はい、やりましょう。いやいや、楽しみですね。ねえ、ね、コネクト、すごい、キー高い。男性のね、しかも原曲キーで歌うわけじゃないですからね。ねえ、楽しみ。どうなることやら。ねえ。僕もね、楽しみでございます。うん、さてさて。いやでもね、お酒飲みながら放送いいね。うん。僕ね、もう本当だったらね、毎回これでやってなかった。いや、ダメだろ。なんか。いや、結構個性豊かなゲストさんいるから、うん、そう、いや、個性豊かな人をうまく迎撃するためにも、うん、ね、やっぱりこういう燃料が必要だなと、はい、なるほどね。じゃあ準備ができたようなので、永井一馬さんに歌っていただきたいと思います。まあ、まあ
た約束忘れないよ目を閉じ確かめる押し寄せた闇振り払ってするよ、私ここでまた見ることできるの、溢れ出した不安の影を何度でも咲いてこの世界歩んでこう、止めた音楽刻まれた時は今始まりを告げ、知ってんだろうなと思っていきなりね、スペシャルゲストとか
大体ね、1回2回弾けばあのコーラスは作れるんで。さすがだね。そうね、そういうのもあの楽しく僕はやっぱりやってるんで。いやいやいや、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、もう最後の最後でね、本当に本放送の最後の最後でやっと歌う機会を得ました。はい、博多ひかるでございます。はい、じゃあ次のコーナー行ってみましょう。もう当番組おなじみのコーナーでございます。私と言ったらこれ行きましょう。でで、記憶スケッチのコーナー。おー、記憶スケッチ。はい、はい、記憶スケッチについての説明を、まいまい先生お願いします。えぇ、ピューって何で普段ここ私言わないじゃん。僕がね、いなくなるから。それではそろそろ、あ、ちょ、僕ちょ、いよいで、はい、さて、それでは次の、あ、ちょ、そこ行った、そこ行った。このコーナーではゲストの方にお題を出しますので、そのお題を絵に描いていただくというコーナーです。はい、それではまいちゃん、今回のお題がちょっと待って、ちょっと待って、これおなじみじゃないの？これね、おなじみなんですけど、実はこの番組始まって以来、僕以外の人がこのコーナーの説明するの初めてなんですよ。あ、そうなんだ。急でしょ。で、やっぱり僕卒業だから、もうそろそろね、あの、まいまい先生にもこういうことを覚えてもらおうかなと思って。あ、なるほどね。はい、次の MC の人にごまかしたらいいんじゃない？ダメだよ。ダメだよ。あんたが先輩だよ。あんたが先輩だよ。ゲストすごい居づらいね、これね。いやいや、ね、そういう番組でずっと2年間やってきてるんで。はい、じゃあ早速、今回のお題に行ってみましょう。今回のお題は、でで、こちらです。でん、ハイジ。ハイジ、ハイジ、いいですね。お酒とタバコが大好きな、まさに永井和真さんにうってつけなテーマでございます。いや、今ね、すんごいざわざわしてる。ざわ。今の言葉が出るっていうことは、ハイジはご存知であるですね。知ってる、知ってるけど、はい、とりあえずなんか鼻こうやってかけていいんで。鼻かけて、顎こわしてる。そうだよね、そうだよね、そうだよね。ね、あの藤原竜也さん書いちゃダメですよ。はい、じゃあということでね、永井和真さんにはあちらのお絵描きブースで、カイジの絵を描いていただきたいと思います。はいはいはい、よろしくお願いします。はい、お願いします。マイクは置いてっていいのかな。あ、置いといて、大丈夫です。大丈夫です。いやいやいや。もうね、こういうこともね、どんどんできるようになっていかないとね。そうですね。全然思ってないでしょ。全然思ってないでしょ。そうですね。そうですね。そうですね。これから、もしかしたら来月になったらメインパーソナリティになってるかもしれないよ、だって。いやー、照れちゃうな。全然思ってねえだろ。はい、ということでね、永井和真さんに、カイジの絵を描いていただいている間に、僕らパーソナリティのコーナーに行ってみたいと思います。まずはこちら、私、博多ひかるのコーナー、博多ひかるのファーボナウ。はーい、拍手がまばらですね。そんな楽しみにしてよとか。はい、このコーナーは、私、博多ひかるのお気に入りを毎月紹介させていただくコーナーでございます。はい、今回のテーマはですね、前回の予告通り、こちらでございます。でれん。第3弾、はい、東のエデン劇場版2でございます、うん、はい、ここまで長かったですね。あの、先々月東のエデンテレビ版を紹介してから、劇場版1と踏んで、劇場版2にやっと、やってまいりました。はい、じゃあね、前回までの内容を踏まえた上でお話をさせていただきます。はい、前回、劇場版1の最後で、ニューヨークからもう一度、日本へ旅立った、滝沢明と森美咲の2人。そう、この2人ですね。はい、この二人ですね。サキちゃんめっちゃ可愛いね。そう、滝沢くんも来てた。カエル顔って言ってたじゃん。え？だからそのカエル顔が可愛いんだよ。あ、そうだった。ね、はい、日本へ戻った二人な、だったんですが、滝沢明は、森美咲と離れて、別行動をし、一人セレソンゲームをもう一度再開することになります。対する森美咲はですね、東のエデンのサークルメンバー全員と合流をし、なんとか滝沢を救うことができないかと、画策し翻弄するのですが、なんと、そんなことをしている間にですね、実は前回の劇場版1の最後で、セレソンの一人であるモノノベさんが、全てのセレソンのセレソンである機能を奪うという強行手段に出ておりまして、そう、セレソンの機能を奪われるとセレソンは何もできなくなってしまう。へー。そう、 100億円のチャージされた、携帯の機能を失うとだってもう何もできないじゃないですか。そうそうそう。で、いろんなセレソン、日本を救うための、案や画策があったんですが、それがどん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 おじゃんになっていくと、その中で、滝沢明が残り少ない、残り1億円ちょっとしか残っていない電子マネーを使って何をするかと考えたのが、全国民に一人一人が変わることを促す、
一人一人が日本を救えるんじゃないかという可能性を見出す、そしてそれを一人一人に、自覚させるという行動でした。はい、そのために彼が行ったのは、残りの電子マネー全てを、全国民に、全国民に1円ずつ配布する。いい人だ。でも1円、そう、1円ずつ、たった1円かもしれない、でもその1円を国民全員に配ることができれば、何か自分たちは大きなことをできるかもしれない、同じ日本の国民である自分たちも何かできるかもしれないと、そういう考えを持たせるための滝沢明の考えでした。はい、そして、晴れて滝沢明は、このゲームの仕掛け人である阿藤才蔵の、阿藤才蔵から認められて、このゲームセレソンゲームの勝者となりましたと。そうそう、 でもそこで滝沢明の物語は終わりません。はい、まだ俺にはやり残したことがあるからと言って、せっかく再会したサキちゃんの前を、滝沢明は去っていこうとするんです。おう、そう、せっかくね、あの結ばれた2人だったんですけど、また離れ離れになってしまうかもしれないと、うん、そう、そんな時、サキちゃんはですね、やっと、テレビ版では叶わなかった、滝沢明への告白、思いを伝えることをやっとここで結婚し、2人はまた離れ離れになってしまうんですけれども、こんな風に結ばれることができました。ででん、出るかな画像。はい、あ、いいね。そうです、テレビアニメでいくと11話、そして劇場版を挟んでやっと1年以上の時間をかけて結ばれた2人なのでありましたと。素晴らしい。はい、その後ね、あの滝沢君はまたどこかへ行ってしまうんですけれども、この2人なら絶対に時間はかかるかもしれないし、どういう場所にいるかもわからないけれども結ばれてるんじゃないかなと僕ら視聴者は思っていましたとさ。めでたしめでたし、完結した。そう、そういうことでございます。よかったよかった。やっとね、あの僕の歌七の中でのこのコーナーもね、オチらしいオチが見えてきました。そうだね、そうね、こういうふうにね、あの僕らも、皆さんと、ここで会わなくはなるかもしれないけれども、どこかで何かあいつはやってるんじゃないかなと思われる、そんな、王子様でいたいですねというお話でございました。え、誰が王子様なの？俺ごめんなさい。はい、そして、今回後ろに流れている5曲はですね、はい、こちら東のエデン、劇場版サウンドトラックにも収録されているリビアルザワールドという曲でございます。はい、本編集でも何度もかかっているとても印象的な、ゴスペルでございます。ということで、今回紹介させていただきましたのは東のエデン劇場版2でございました。ありがとうございます。おー、ありがとうございます。はい、じゃあね、まいまい先生のコーナーに行ってみましょうか。そろそろ、うん、行ってみよう。はい、はい、マイマイの DD 活動コーナー。よー、はい、このコーナーはですね、私のオタク活動を紹介していくコーナーです。オタク活動って言っちゃうんだね、もう。うん、間違えてはいない。はい、そうですね。ではですね、5月にとあるところへ行ってきました。それが、じゃじゃん。どこへ行ってきたんですか？あ、来た。はい、田村ゆかりさんのライブです。大阪公演に行ってきました。大阪1日目お遠征してきました。で、まあ、田村ゆかりさん、まあ、知ってる方も多いと思うんですが、うんうん、声優さんでもう10万年くらいやってる、うんうん、まあ大御所なんですが、歌も歌っていてね、ライブも定期的にやっていて、ただ今ツアー中でして、お、そのツアーに、そうなんです、来週が終戦楽、うん、で千秋楽おい役者千秋楽、声優間違えんな舞台用語、舞台用語、ちゃんと説明しようと思ったらこうなっちゃうのでっていう感じでね、はい、大阪公園に行ってきたわけですよ、うんうん、で、まあライブのグッズを買ったりしてて、うん、まあいざね、ライブに行って、まあ、ちょっとだけあのライブでこれやっちゃったんだよねっていう曲を紹介したいんですけど、はい、はい、フォーチュンオブラブというね、曲を、うんうんうん、はい、やりました。この曲はずいぶん前に、2002年の曲なんですよ。お、結構前の曲なんですね。そう、だからこれが後ろで流れてる曲、もしかして。そう、この曲、おー、そう、この曲をすごく、まあライブでも絶対聴けないと思ってたんで、うんうん、まあちょっとレーベルが違ったりとかいうのがあるから大人の事情ね。そうそう、大人の事情があるから、うん、まあそういう感じで、で、この曲にはコールがあるんですよ、うんうん、ちょうど今のところなんですけど、はい、LOVE ラブリーゆかり手に手を取っていつまでも CUTE キュートなゆかり心に花咲くこの道をっていうね、はい、工場ってやつですね。工場っていうやつですね。ロングコールってやつですね。そう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 、うんうん、ゆかりのライブは結構こういう工場が、うんうんうん、
作られている曲とかもね、ファンの方がね、王国民って言うんですけど、あ作って、それをあのコール本をね、配布芸して、はいはい、というね、素晴らしい文化があるんですよ。やっぱりね、うん、田村ゆかりさんとかそのすごいあのファンがしっかりした声優さんがいるので、コール本みんな配ってますもんね。そう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 、本当にね。いいね、コール本は素晴らしい、うんうん、ぜひあの他にも面白いコールがあるので、うん、紹介していけたらいいなと今後思ってます。はい、はい、っていう感じでね、大阪に行ってきましたって話でした。はい、たこ焼きありがとうございます。たこ焼き何でもね、うん、ごめん、お土産ないんだ。買ってきてよ。すごくない？食べちゃった。はい、はい、ということで、まいまいの DD コーナーでした。はい、ありがとうございます。じゃあね、そろそろ、永井一馬さんの絵の方も完成しましたか？しました。しました。はい、じゃあ、一度、こちらに戻ってきていただきたいと思います。どうぞどうぞ。俺漫画見たことないんだよ。嘘。ほんとほんと。アニメは見たことない。アニメで1話だけ、なんかとんでもないでっかいパチンコで、うんうん、あの全然球が落ちないっていうやつを見た。あー、うわってやつ。そう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 、好きな、あれは。あれを見た以来、俺はすごい頭に残ってるインスピレーションだけに、あのみんなで最後もうちょっとなんか台揺らすやつね。あ、そう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 。沼っ。毎は毎は入りますからね。詳しいんだやっぱり。大好きですよ。うん、はい、じゃあ、早速です。ちょっとじゃあまず僕チラ見してみたいと思います。はい、じゃあちょっとね、見せてもらおうかな。これきたなこういう印象だよ、俺は。これね、文字のね、フォントがやばいっすね。なんかすっげえイメージ。大丈夫ですか、アルコールで手触れちゃったやばいじゃん、俺表に出ちゃいけない人になっちゃう。じゃあ、早速、公開してもらおうと思います。いきますよ、はい、永井一馬さん作の怪事です。どうぞ、ダダン、ジャジャン。ちょっと怖いでしょ。そう、捉えるよね。そう、捉えてるんですけど、ね、あの字のフォントがね、ぽいでしょ。これやばいな。あのね、すごい書いて失敗したなと思ったのが、手がね、どっから出てるんですか。どっから出てるんですか。これ後ろにあるこれは何なんですか、このなんか四角いやつ。これ、あ、これあのマージャンパイ。そう、なんか怪獣っつったらなんかこうマージャンソースのパネル。そうそうそう、赤木なんですよ。あ、確かにな。そう、それな。怪獣はね、マージャンじゃないです。確かにインピンポテンだ。ちょっとマジか。あれ怪獣違うんだっけ。怪獣は、いろんなギャンブルなんですけど、うん、実はマージャンはやらないんですよ。やってない。これ浅く広くっていうね。っていうか、なんかすげえ今聞き逃さなかったのは、まいまい先生がすげえさらっといいピンだった。そうそう、いいピンって言ったよね。マージャン好きなの。そう、好きだよ。うわー、やばいね。マージャン好きだし、なんかお酒も飲むしね。まいまい先生やばいな。やばいっすね。なんかちょっと違う、普段私は本当はね、そんなことないです。あ、そう、これもういい。これこれもう閉じていい。いや、まだオープンしておきましょう。これね、すごいですね。何がすごいかって、いえいえ、カイツ。カイツこれね、カイジのフォントが、すごいよく見ると、あのジブリ の, あのタイトルロゴで使われてるフォントなんですよ。よく使われてるやつ。マジか。そうそうそう。このね、ちょっとなんか字がモコモコっとなってる感じですか。これなんかいるよね、あのパチンコの時もさ、そんなバカなみたいな。富川さん入らないみたいな。いなかったっけ。会長ですか。そう、なんか会長、会長。あ、なるほどね。あれまた会事じゃない。もう会事ってことで一緒にしましょう。そうだね、よろしくお願いします。はい、じゃあね、正解の画像が後ろに出ております。これでございます。特徴をすごい捉えてるので。そう、この髪型と鼻と顎ね、うん、近いよね、ちょっと鼻高すぎたよね。なんとこの目、三白眼、これ、うんうんうん、そうだよね。そう、特徴を本当にものすごい捉えてて、これはね、非常にいいと思います。いいと思います。はい、眉毛なかったね。大丈夫です。大丈夫かな。マストで必要なポイント全部入ってました。原作者の方に申し訳ございません。はい、福本先生、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、記憶スケジュールのコーナーでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、永井一馬さん、何か今後の活動の告知などございますでしょうか。はい、とりあえず直近でというと7月になるんですけれども、はい、出ますかね。あ、出ましたね、ありがとうございます。ホワイトハウスさんっていったアニメソングを
ライブでシーンで歌われてる女性のアーティストの方がいるんですけど、その人のバースデーライブということで7月26日、出演させてもらいます。まさきといって、長井一馬出てるんですけれども、はいはい、相方のてるきというかなりロックな女性を連れて、まさき、まさきと書いてまさきということで男女ユニットということで今回出演させてもらいますので、またね男がそれ歌うのみたいな音とか今回ライブにも入れているので、楽しみ、はい、ぜひぜひ一緒に楽しみに来てください。よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。ね、テレキさんってイケメンな女性ですね。そうです、イケメンですね。俺より、ね、俺よりモテるって言っちゃった。はい、ということでね、番組サイドからも一つ告知がございます。デデン、こちらでございます。あ、出た、来週、もう来週ですよ。歌詞増刊号ボリューム2でございます。おめでとうございます。じゃあですね、来週、来週じゃないな、今週かな、どっちか、まあいいや、2015年、今週だね、今日も日曜日だからね、はい、2015年6月27日は土曜日、会場が11時半、開演12時ということで、はい、神田にあるスタジオミーファさんより、お送りしていきたいと思います。すごい、はい、もうね、毎回ですけどね、私のこの関連ライブイベントゲスト、豪華なんで、すごく、うん、はい、今回もね、いいメンバーね、そう、またね、うん、僕の大好きな人たちがいっぱいいるんで、そう、僕の大好きなおじさんとお兄さんと、ね、おじさん、イケメンとお姉さんがいっぱいいるんで、はい、僕もね、頑張ってこのイベント進行して、そう、本当に実は僕このイベントで歌詞、そう、これで最後だね、はい、卒業なんで、うん、はい、さようなら。何それ、嬉しそうだね。いや、そんなことないよ。じゃあもうこの後自分で全部やってよ、俺も何も喋んないから自分でやれよ。はい、どうぞ進めてください。はい、ということで、皆さんぜひ6月27日は、神田美和さんに遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いやいやいや、今回はね、だいぶね、飲み屋トークみたいな回でしたね。そうだね、楽しかったです、うん、そう、すごい楽しかった。途中すげえ前々先生興味ねえ顔してるのね。もう何この人たちどうでもいいみたいな顔してて、また工作ついてるよ。ね、でも僕も本当に、通常放送最後の回として楽しく、うん、はい、よかったので本当に、皆さんに感謝感謝でございます。はい、でもあんまりここで締めっぽい話をすると来週話すことがなくなっちゃうので、今日は僕はこのぐらいにしておきます。はい。ね、来週話すことなくなると一番困るからね。来月、あ、来月のお知らせをちょっとしたい。そうだ、うん、じゃあそれは前田先生よろしく。お、はい、来月の歌吉は同窓会になります。お、ちょっと懐かしいお名前が。懐かしいって言うな。お久しぶりのお久しぶりのお名前が。はい、はい、そうですね、坂根由衣さん、高良和美さん、宮園岳さん、柚塚さん、そして、新パーソナリティを。誰だろう、ねえ、気になるんですよ ね、 ね、実はね、俺もね、知らないんだから、ね、嘘だけどさ、うん、そうだよね。はい、ね、はい、ということで、じゃあちょっと来月は通常放送とは違うんで、通常放送とは違って4人でお送りして、うん、4人のゲストをお迎えして、はい、はい、番組をお送りして言いたいと思います。で、配信予定が7月の25日です。はい、うん、はい、うん、こんな感じでいいの。いいですね、はい、じゃあ、新パーソナリティの、登竜門ということで、ここはね、一応持ってありますよと、ね、皆さんよろしくお願いしますよ。はい、ね、ということで、新パーソナリティの登場を待ちたいと思います。はい、いやいや、じゃあね、来月、来月じゃねえ、来週ね、歌詞の増刊号ボリューム2もありますんで、うん、はい、僕ら2人は、そこに向けてまずは頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして通常放送をご覧いただいている、いつもご覧いただいている皆さんとは、今日で僕はお別れでございます。さようなら。さようなら、ね、はい、2年間頑張ってまいりましたので、これからも、2年目を超えて3年目に入る歌詞を皆さんどうかよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、本日はパーソナリティ私博多ひかる。ちょっと待って、何、Stop the season in the sun。 え、失礼します。どうだ、じゃあせっかくなんでここに、これ実はね、ちょっとね、話ないかもしれないけど、はい、俺この裏の何、天の声じゃないけど神様、はい、この番組の神様、はい、俺知り合いなんですよね、はい、で実はね、出ないよっつって、いやいや、出てくださいよっつって、はい、もうせっかくなんでどうぞどうぞ。あ、初めてですか。はい、あ、そうなんだ。はい、あ、渡辺君、はい、2年間本当にお疲れ様でした。おお、ありがとうございます。びっくりした。続けてこられたの、こうやって毎回来ていただける方がいるのもですね、ヒカル君がずっと頑張ってきてくれたおかげがですね、非常に大きいので、はい、非常に残念でありますが、はい、
まあ、統一はとりあえず卒業ということで、はい、はい、作詞等からささやかながら、はい、ささやかながらです。お、ありがとうございます、はい、おー、嬉しい。結構ね、好きそうなものだと思うよ。本当に、うん、ちょっと開けてみ。え、いいですか、いいですか、じゃあ開けちゃいます。うん、はい、あ、嘘、なんだろう、これ。いや実はね、あれなんですよね、ヒカル君と出会った時も、まあ、池さんともね、俺はもう出会っていて、ヒカル君とももう知り合いだし、ね、池さん、せっかくだから出たらいいんじゃないんですかって裏の人だけどね。いや、嬉しいすごい、本当に。これなんだろう、綺麗に話すんだね。うん、早くしろ。だいたい時間がなくなって急ぐ急ぐ急ぎます。もう10分オーバーで、これどうしよう、どうしよう、これ綺麗に、これ以上綺麗にいかないよ、これなんか嬉しくて綺麗に剥がしてんだけど。すげえうろたえてる。いや、なんか僕こういうことされると思ってなかったんで、すごい。2年間パーソナリティを務めてくださったから、それ、あれだよ。あらー、ます今すごい急いでます。パキさん、もっと煽ってください。天の声2が。そんな、はい、あ、木箱だ、木箱。すげえ、なんか木箱に入ってる。なにこれ、すごいな。刀かな。ででん、お、お酒だ。あ、おぉ、すごい、すごい、ちょっとカメラに見せて、ほら、カメラに、ほら、ほら、ほら、見せて、見せて、見せて、すごい、うわぁ、きちって入ってる、すごい、きちって入ってるよ、すごい。おすごい。ありがとうございます。はい、ここで泣いて、ここで泣いて。もう泣かないよ。びっくりしすぎて、もうそれどころじゃないよ。もうあと一仕事27日残ってますから、うん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ最後締めてください。はい、嬉しい、本当に嬉しい。これ、あとで飲みたいと思います。もうじっくり飲みたいと思います。はい、ということで、あの本当に、通常放送2年間ありがとうございました。最後の仕事に、あ、ありがとうございます。本当にテンパってる、すごいテンパってる。はい、このままですね、僕の最後の、出演である6月の27日歌姫増刊号も、しっかり頑張っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。ぜひ光くんの最後を見届けに。はい、はい、死ぬみたいじゃんそれ。はい、ということで、本日の放送は、パーソナリティ本日で通常放送卒業でございます。私博多ひかるとさくらまいとゲストの永井和真でした。はい、の3人でお送りいたしました。ということで、じゃあ行ってみましょう。エンドゴールですよ。せーの、うたしき in 道玄坂カフェ、また来月。ありがとうございます。ヒカル君、ありがとう。ありがとう。ありがとう。お疲れ様。